手当の部分とか待遇の面が低いっていうのも社会的な要因ではあるのかなと思います。もちろん介護の現場で働いている方で、利用者さんのその乾燥肌とか、特に粉が吹いちゃうみたいな、でかきむしっちゃってて、それを見てるのがすごい辛いと、うん、でいろいろ考えてやっていらっしゃると、水分量かなと思って、その積極的に水分を取ってもらっても改善がしない。で、洗顔とか入浴も特別なんか強い洗浄剤を使ってるわけでもないと、まあ老化と言われたらそれまでだけれど、あまりにも皆さんかゆがって辛そうなので改善策があればいいなと思ってます。アドバイスいただけたら嬉しいです。はい、わかりました。改善策はあるとは思いますよね。もう月並みなんですけども、やっぱり保湿ではどういうふうに保湿をするかというと、一番今いろいろ出てるんですけど、根本的にやっぱりその年を取ってくると皮脂腺とか汗腺の分泌が衰えてくるので、これはやっぱり皮膚が乾燥する。で、乾燥すると、まあ、前の動画でもお話したと思うんですけども、表皮の角質の一番表面の層っていうのは生体反応がないところなんですね。で、生体反応がないので、ないのに なんでそのバリア機能として機能しているかというと、水分と油によってその生体反応がない角質が固められてひっついてるという状態なんですよね。で、それが水分がなくなったり油がなくなったりすると、もう生体反応がないので剥がれ落ちる。で、剥がれ落ちると、ダイレクトにその表面を覆っていた膜みたいなものがなくなるので、ダイレクトに刺激がいわゆるその生体反応があるところに入っていく。具体的にはその基底層のところを刺激する。で、基底層には、免疫細胞とかですね、免疫応答に司る際の、まあ、難しく言うとかゆみの元であるヒスタミンとかを分泌して、まあ、痛みの一種なんですけれども、それでかゆくなる。で、かくとかきこして、またその物理的刺激で皮が剥がれてかゆくなってというような、そういうような刺激があるので、やっぱ保湿が一番です。ただし、私の、まあ、医学ということで言うとですね、かゆみとか痛みっていうのは、悪い連鎖をしていきます。で、よく皆さんが誤解していくときに、頭痛薬っていうのは我々の医者からすると、痛みの悪い連鎖が始まる前に断ち切っちゃおう。それは麻酔科の考えもそうなんですけれども、かゆみも同じで、かゆみが始まる前にかゆいかきこす、かゆいかきこすっていう、そのかゆみの悪い連鎖が始まっちゃうに止めるっていうのが原則なんですね。で、麻酔科の考え、まあ痛みも痒みも同じ物質でできての反応なので、麻酔科のペインコントロールの考えっていうのはそこなんですね。痛みの悪循環に入る前にブロックしてしまおう、止めてしまおうっていうので、その実際にはそのブロック注射っていうのは、薬理学的には1時間ぐらいしか効いてないんですけども、ブロック注射をやることによって痛みの連鎖が止まるので、実は1日ぐらい効果が持つみたいなことは、もう麻酔科では常識なんですよね。だからその保湿ということももちろん一番大事なんですけども、かゆみをブロックしてあげるっていうことが、やっぱりそのかゆみの連鎖を止めるということで、かゆみのそもそもの原因は皮脂腺と汗腺の機能低下なんですけれども、じゃあ外敵からそれを補ってあげればいいっていう他に、やっぱりペインコントロール的な発想で、やっぱり痛みの、かゆみの連鎖を断ち切る。かゆいな、みたいなことを感じたのであれば、もちろん保湿剤も重要なんですけれども、かゆみ止め、例えばレスタミン軟膏とか、もっとダイレクトに言うと、キシロカン入りの軟膏も入ってますので、そういうようなもので、一時的にかゆみの連鎖を止めてあげるっていうことでも、かなり違うと思います。やっぱり医者だったら、多分痛みにはあまり我慢しないんですよ。痛みの連鎖に陥ってしまうので、もう、あ、痛いなと思ったらすぐ痛み止めを飲んじゃいます。医者だったらね。だけど、普通の人っていうのは、痛み止めを飲むと胃が荒れるし、みたいなことで、結構我慢に我慢を重ねて、もう我慢できなくなってから飲むんですけど、それじゃもう効かないんですよね。痛みの連鎖が始まってしまうと。だから、かゆみも同じで、かゆみの連鎖が始まる前に、もうもちろん保湿も一義的にはもう
あの乾燥なので保湿は大事なんですけれども、うん、やっぱりかゆみの連鎖を断ち切ってあげるっていうのが一つの考え方かなと思います。やっぱりレスタミン、まあかゆみ止めの軟膏っていうのはなかなかね市販薬とかの現場では入らないので、ちょっと皮膚科の先生とか多分その介護の現場にはその担当の先生みたいなドクターがいるので、やっぱりそのドクターにレスタミン軟膏とか、まあ、もっと強いものであればステロイドでもいいと思います。ステロイドも強烈な痒みを止めますので、ステロイドのスプレーでもいいと思いますし、それから、まあ、キシロカインという即効性があるキシロカイン含有の軟膏もありますのでね、そういうようなものを使うというのが一つかなと思います。ただもう一つ、やっぱり今の話を聞いて、その介護職の人というので、うん、もう一つその非常に複合的にその年を取った人がかゆみでかわいそうでたまりませんというのは、もちろんそのかゆみの根本的なケアの知識がないのと同時に、根源的にやっぱり介護職に関してのその我々の何て言うんですかね、認識の低い部分というか、まあ手当の部分とか待遇の面が低いっていうのも、やっぱりその一人の人で介護する人が20人とか見てるわけですよ。やっぱりみんなかゆい、かわいそうでならないって気持ちは思っているんですけど、きめ細やかにそういうような軟膏を塗ってあげるとか、きめ細やかにやってあげないっていうのも結構大きな部分かなと、社会的な要因ではあるのかなと思います。もちろん一時的には年をとって皮脂腺の分泌、それから汗腺の機能が低下しているってことが本質にあるんですけども、じゃあ保湿薬を与えればいいのかって言うと、そんな単純なものでもないし、かゆみの連鎖を止めるというようなことも視界に入れなきゃいけないし、もっと言うと介護職に対する待遇の改善っていう、本当に何て言うのかな、こう社会レベルうん、っていうことも、極端な話をして、いつも極端な話をして申し訳ないんですけど、例えばですね、その介護職のその待遇のレベルが上がって、一人で3、4人見てればいいみたいなことになるのであれば、今、質問くれたかわいそうでなりませんっていうようなふうに思う人が大体介護職に就くので、多分すっごいきめ細やかな、そのスキンケアとかしてくれる。そうすると、粉が吹くお年寄りっていうのもいなくなるような気がします。まあこれ非常に綺麗事なんですけれども、でも綺麗事って絶対言ってかなきゃ現実にはならないので、あえて言うと、やっぱり介護職の待遇がやっぱり低いっていうのが社会的な要因として粉が吹いてしまうお年寄りが多いっていうのに結びついてるような気がしますね。まあ綺麗事は分かってるんですけどね。介護財政とか保険財政とか決められた中で決められたサービスをしなきゃいけない、まあ、それも十分わかるんですけども、じゃあ財源はどこになるんだっていう話になってくると、まあまあね、まあでもやっぱり今できるポイントということであれば、使用剤、止めるかゆみをの薬剤というようなメディカルの助けを借りるっていうのが一番手っ取り早いのかなと思います。かゆみの連鎖を止めてあげるっていうのが必要なのかなと思いますね。すみません、コメントで僕ちょっと飛ばしちゃった部分なんですけど、はいはい、皮膚科でソルベース、ソルベース、ソルベース軟膏、保湿剤とかいろいろ出てるけど、はいはい、ほとんど改善しない、ね。ソルベース軟膏、そうですね、ワセリンみたいなものですね。これ使用効果は、ね、使用というか間接的に、いわゆる痒みを止める、うん、薬理学的な、うん、それはほとんどないと思うんですね、ソルベースにはね。やっぱりヒスタミン、抗ヒスタミン剤、レスタミン軟膏とか、まあ、ステロイドが入っているセレスタミンとか、それから、まあ、キシロカインの軟膏とか、そういうようなものですかね。とか、洗顔も入浴も特別な洗浄剤は使ってませんということですね。むしろ洗浄剤を使わないふうにした方がいいのかもしれないね。ただ、その、介護士ということであれば、多分その、入浴も洗顔も特別なものを使ってないということであれば、特別養護老人ホームなのか何らかの施設に入っている人なのかもしれないですね。でもその施設に入っている人たちって大体毎日お風呂には週3ぐらいです、月水金で。
それでもやっぱり痒い人は痒いですもんね。やっぱりもう洗浄剤を使わなくても、やっぱり結構年を取ってくると皮脂腺の分泌、汗腺の分泌が衰えてる、かなり衰えてます。それから基底膜の構造も非常に衰えてるので、基底細胞が生み出すその角質になっていく細胞というのが少なくなってくるので、当然表皮も薄っぺらくなってくるのでね、じゃあ物理的にバリアが薄い状態ですね。もうね、まあ正式だけでもいいのかもしれないね、入浴させなくても。ただ入浴をしている習慣だった人がやっぱり入浴習慣がなくなるっていうのもやっぱりちょっと辛いものもあるし ね、なんか一つそれもリラクゼーションみたいな。そうなんですよ ね、そうなんですね、あるかもしれないです。いや、お風呂に入るってその結構な身体的な負荷がかかるんですね。負荷がかかるって運動負荷がかかるので、やっぱり寝たきりじゃなくてやっぱり入浴して運動をする。一つ提案できるものとしては使用剤みたいなものを、そうですね、使用剤を使う、早めに使う、痒がっているところを早めに。そういうのは市販のものでもいいですか？ありますよ、ウレパールインの軟膏で、とか、はい、キシロカインの軟膏ってありますよ、コメントをしていただいた方、そうですね、ちょっとこの心優しい方ですし、それはやっぱり綺麗事は言っていくべきかなと思いますね、